こんばんは、ゆっくりです。この動画は、ゆっくり謎解きミステリー、遊戯の果ての回答編、です。それでは、始めさせていただきます。問題は、小松刑事が気づいたことは何か。でしたが、回答は、ビンゴゲームに自分の出席番号は書かない。解説に行きましょう。確かに自分の出席番号を書き込むことはないでしょうね。笑顔の小松が言った。上司に相談してみます。いにわさん、本日はありがとうございました。去りかけたいにわが振り返りもせずぽつりとつぶやく。最初は単なる思いつきじゃった。みんな楽しそうにしていた。それが人を殺すのか。小松はいにわに聞こえない声で言った。それがあなたたちへの罰ですよ。いかがだったでしょうか。この動画では、皆さんからのご意見、ご感想など募集しております。また、一緒に動画を盛り上げたいというクリエイターさんも、募集中です。メールやツイッターなど、概要欄に書いてありますので、そちらを参考にしてください。ここまで聞いてくださって、ありがとうございます。お相手は、ゆっくりでした。おやすみなさい。